傷を合わせたんですよ。しかし、Okay, so this is your good friend John Doe. You're the ghost eyes report. Right now, we're in the heart of the beast here in Kasumegaseki, Tokyo. We're witnessing the Japanese standing up and continue to fight the state secrets law that was recently passed in Japan, officially turned Japan back to a state of fascism. Alright? So, let's see what's going on here. まだまだ人々知りません。街頭にも出て同じように奴らを傷つけ、奴らに傷を負わせた時と同じように我々はまだ続けていきましょう。頑張りましょう。はい、それではですね、こういう高いところにいるとバカと煙と泥と思われてしまってはあれですので、どなたか Okay, if you see those banners are holding up, I have one in my hand right now too. I'll give you a close-up shot of this, okay? That's basically saying no state secrets, they want freedom. They don't want fascism.私の母は15歳で女学校の時に空襲で逃げてる途中で、グラウンドで、爆弾に飛ばされ下半身脱ぎになりました。何回も自殺を考えたそうですが、それを乗り越えて今83歳元気で生きてます。国民は騙されて、国のためだとか騙されて、戦いましたが、ごく一部の人間が甘い気分で利益を得ていた。You have to understand, these people are beyond angry at this point, okay? They've really, really had enough. 憲法を変えて戦争のできる国にしたいと言っています。そんな絶対になってはならない人間が政治家になり、しかも総理大臣になってしまったがために、なんで世界中の人たちがこんなに辛い思い、悲しい思いをしなければならないんですか。普通じゃない、病んだ、戦争をやりたいなんていう人間がなんで総理大臣なんかになって俺たちをこんなに苦しめなきゃいけないんですか。ふざけてますよ。他の自民党の人たちは何をしてるんですか。腰銀ちゃったてめえら。What the hell is the ODP think they're doing? Who the hell is Abe think he is? 福島さんが誰も得をしないと言ってたんです。Basically. 私はそうじゃないと。一部の人間が得をしてるんです。だから戦争が起こってる。アメリカも同時多発テロが起こった時に、これ言おうかどうか思ったんですが、テロには屈しないとかいう言葉をよく聞きました。でも石油産出国であるがためにイラクは攻撃され、一般の病院や学校や一般の住居、差別、多くの子どもたちも攻撃され犠牲になりました。テロに屈しないと言いますけれども、戦争はテロですよ。そのテロを行おうと、お友達だか何だか知らねえけど、そのテロ、その国にと一緒にテロを行うための法案が第一弾で、He's talking about protesters being classified as terrorists. 人殺しの法案ですよ。こんなのあってはいけません。なんであんな一人の狂った考えを持った人間のために何億の人が苦しまなきゃいけないんですか。俺は今までのんとりで来ました。恥ずかしいですけど、でもあれがなった段階からすごく不安を覚えて、来てます。これからみんなが立ち上がって、 You see, this is one group of many right now. I'm embedded with this group right now. There's a lot of groups here at the moment, okay? There's
one of many. I have no idea how much access I'll be able to get access to one they'll get this evening, considering the current situation here in Japan. There's not too many groups here. I can hear over distance other groups over there. Of course, there's groups at base camp, and several of the rallies aren't happening right now. I found this group right now. They're protesting the fascist state secret law. Our good friends in Metro Police here, still planning the planning, trying to figure out what to do about the people of Japan, standing up for themselves. They just can't stand it. They're freaking out there, you see. Look at them, they just don't know what to do, do they? そういう話だったというのは、There's our good friends, you know, しかも、our protectors, ある情報によれば、yeah, they're not our protectors, 中川委員長はこう言ったという、These people, あの一家の採決がしたというあの瞬間ですよ。The ages of the bourgeois apparatus.
野党議員が採決やめろと、その状況を察知して、詰め寄った委員長のところ。What they're doing. それとこれで全員規律です。And of course, 採決成立とつぶやいたとか、そういうことまで言われている。Because you see these people here? You see these people here? They're not on the same team. They don't play by the same rules. At all. そもそも自民党というのはこの参議院選挙で国民の 16% しか自民党に投票していないんだ。いいか、あなたたちは少数派なんだ。だから世間から言えば、たまたま小選挙区制という選挙制度のもとで相対的に国会で多数派になってるだけの話なんだ。そのことをいいですか、新人議員の皆さんにもよく自覚をしてください。いいですか、more planning, as you can see there. Making plans, making plans. そのね、卑劣なやり方、これはね、今後ももし続けるようなことがあればですね、国民の怒りが両言のように広がりますよ。いいですか、安倍内閣の支持率はね、すぐに20% 台、10% 台と凋落して、かつての森内閣のようになるんですよ。あの支持率は何パーセントだったんだ、11% か 12% まで落ちたじゃないですか。いいか、そこをよく自覚しなさい。皆さん、あのバカどもに、ね、あの理を説いても本当に通じないです。私もこんなね、口汚く罵倒したくない。しかしね、本当にひどいですよ。いいか、政府与党のやったことは民主主義を頭から否定したんだ。国民の民意を踏みつけにした。私はあの5日の夜、6日もそうだけど、自分の頭をね、泥足で踏みつけられたような気分になった。そして何よりね、私が思わずもらい泣きしそうになったのは、あの強行採決の時、ここにですね、あの瞬間合図があったんでしょう。機動隊員がずらりと並んだ。ここを何でも封鎖するかのようにバリケードを築いたように並んだんです。あの時にここにいたみんなは一つになってコールをしたんだ。採決撤回だと、絶対許さない。その時にね、泣いていた機動隊員がいましたよ。若い機動隊員が一生懸命涙がこらえてるけど泣いてましたよ。そういう方がいた。私はそれを見てね、やっぱりね、それは機動隊といえども人の子だし、それはね、心の中ではね、私たちと連帯できるという、そういう人もいるんだってことをね、私はここに確認できた。それだけですね、国民の怒りが広がっている。それがまた連番してるということですよ。皆さんいいですか、議員の皆さんいいですか、宗教者がね、アピール出してるでしょ。今、4500人を超える宗教者が機密保護法反対のアピールに賛同している。そのアピールの中ではこう言って、国内外の世論に背を向けた、本当に恥だ、恥だと言って、恥の塊なんですよ、今あなたたちがやってることは。そして私は民主党というのは第二自民党だとずっと前から言っていた。実は政権交代の時から言っていた。私は友人にどうせ第二自民党になるだろうと言っていた。しかし今回の参院民主はよく頑張った、これは評価したいと思います。あの福原議員はじめ、何ですか、あの神奈川の、女性の民主党の議員牧山議員もよく頑張ってた。庶民目線で追及をしていた。そしてまあ退場したけれども反対票を通した。いいですか、衆議院ではブラブラしてましたよ。まだ民主党はどっちにつくのか、修正協議に乗るのか乗らないかでヒヤヒヤして、私も海江田さんのところにも電話をしたこともあるし、ファックスも送りましたよ。皆さんもそうでしょう。しかしはっきり反対の意思表示をした。いいですか、
野党共闘、ぜひやってください。野党の皆さん、廃止法案出してください。そして一緒に署名運動も取り組みましょうよ。必ず廃止に持ち込みましょう。皆さんいいですか。国会、そしてこの、1月のまた冒頭ですか、あの国会の初日には国会法議デモをやると、あの日比谷の実行委員会が言ってますよ。日比谷でやった実行委員会、名前変えたみたいです。そのですね、まあその日を待たない、待たなくても、これで世論で本当に安倍内閣を包囲して、そしてですね、必ずこれを廃止にするという展望をもう私は開けてると思うけど、本当に開けていきましょう。開いていきましょう。皆さん頑張りましょう。気をつけてください。皆さんとにかく特定秘密保護法、共謀罪、それだけじゃない、日本版 NSC、 それだけじゃない、この集団的自衛権、それだけじゃない、国家安全保障基本法、もうこれだけになればその先に戦争があるに決まってるじゃないですか。この国を守るために軍備増強するんじゃないですよ。アメリカの結婚が出るために、アメリカの経済を立て直すために日本人が戦場に行かなきゃいけないっていう現実、もうすぐそこまで迫ってるんですよ。自衛隊員を殺すだけにはいかないんですよ。自衛隊員を死なすだけにはいかない。そしてここにいる皆さんの大切な人たちを戦場に送り込まなきゃいけない。これは完全に発信するとの戦いなんですよ。だから法案を取った後も、そして寒くてね、こんな気温が下がってる時も諦めずにここに足を運んでる、別に来年から始めればいい話なんですよ。でもそういうわけにいかないと、ね、嵐が過ぎ去ったと言われてたまるかと、これからだってことを皆さん、こういうわけにいきましょう。